ソフィーのアトリエ、不思議な本の錬金術師、続きから再開ですね。ソフィー、クラフト、どうしたの？あなたにはいろいろともらっているので、お返しを用意しました。喜んでいただけると幸いです。いらっしゃい。どの依頼を？ソフィー、ずいぶんと上手になりましたね。ありがとうございます。みるみる上達していくので私も驚きました。 やだな、ホルストさん、そんなに褒めないでくださいよ。どうです、楽しいでしょ？はい、難しくて弾けなかったところが弾けるようになると達成感があるっていうか、一歩ずつ前に進んでるような感じがしてすごく嬉しくなりますね。あなたにそう言ってもらえるのならピアノもきっと幸せでしょうね。なんだかもっと弾きたくなっちゃいます。いつでもどうぞ。こんにちは。あれ？これって？はい、これが前に話していたお守りだそうです。ちょっと前にお客さんが来て置いていったです。ふーん、木の箱みたいだね。なんだろう？スイッチのようなものがあるです。でも押せませんでした。これだね。本当だ、硬くて押せないよ。小さな機械が入ってるみたいですけど。わー、細かい歯車だな。時計みたいな感じ。これは何なんでしょうか？スイッチを押せれば何か。これは分かる人じゃないとどうしようもなさそうだね。分かりそうな人探すしかないです。私も探してみるね。ありがとうございます。それなら私お店から動けないので、この箱持って行ってください。わかった、じゃあ預かるね。さて、こういうの誰が詳しいかな。よかったです。どうしたの？実はお知らせがあります。いつもやっていたソフィーさんの道具の補充なんですが、その値段を下げることにしたです。え、そうなの？はい、外に行った時にソフィーさんの道具にはいつも助けていただいてますので、そのお礼です。そっか、ありがとう。それじゃあこれからもよろしくね。新しい品物を置いてみたです。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。
こんな感じで大丈夫？どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。うん、いい感じ。何かいいことを。よし、うん、いい感じ。うん、いい感じ。いいね、いいね。この釜じゃ一気に仕上げ。来た。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、出来上がり。ソフィー、頼まれたもの作ったよ。本当ですか？ありがとうございます、ソフィー。これで私も戦うことができます。え？戦う？それでは試してみますので少々お待ちください。プラフター？何？何なのそれ？錬金術製の駆動騎兵です。私の意思に応じて動くように設計してあります。駆動騎兵？はい、こちらの腕輪と連動しており、容易に転送が可能となっています。しかし想像以上の完成度です。さすがですね、ソフィー。さ、プラフター、プラフターが何を言ってるのか全然わかってないんだけど、つまりどういうことなの？わかりづらかったですか？要するに戦うための武器を作ったということです。え、そうなの？あれって武器だったんだ。でもなんで急に戦おうって思ったの？そうですね、不安だからでしょうか。以前思い出した、私が何かと戦っている記憶、あの記憶を取り戻してから妙な胸騒ぎがするのです。またいつか私はあの存在と戦うことになるのではと。もちろん杞憂に過ぎないのかもしれませんが、せめて備えだけはしておこうと思いまして。そうだったんだ。はい。それとソフィー、これからは私も採取に同行します。え、本当？ソフィーにはこれまで世話になっていますから、せめてもの恩返しをさせてください。うん、やった！プラフタなら大歓迎だよ。プラフタと一緒に採取に行けるなんて楽しみだな。よろしくね。何を作ろうかな。こんにちは、ロジーさん。ロジーさんなら機械の箱について詳しいかな。ん？なんだ？ちょっとこれを見てもらいたいんですけど。これってなんだかわかります？ロジーさんならこういうの詳しいかなって。こいつはスイッチは動かないのか。わかりそうですか？俺は家事はできるが、こういう精密機械についてはそこまで詳しくなくてな。バラしていいなら何かわかるかもしれんが、ここまで細かいと余計壊しそうだな。そうですか。役に立てなくて悪いな。いえ、いいんです。ありがとうございました。新しい商品。あれ？ピアノの音が聞こえる。誰が弾いてるんだろう。ホルストさん、すごい。ホルストさん。おや、ソフィー、いらっしゃい。いらっしゃいじゃないですよ。ホルストさん、ピアノ弾けたんですか？ええ、一応。一応って、とっても上手じゃないですか。お客様に聞かせるほどのものではありませんよ。もう、あんなに
けるんだったらホルストさんに教えてもらえばよかったです。私の演奏は教えるのに向いていないんです。全くの我流ですからね。そうなんですか？本当ですよ。私より上手に弾ける人はいくらでもいますから。ほう、でもホルストさんもピアノを弾くのが好きなんですね。好きというほどでもないです。気まぐれですよ、気まぐれ。どの依頼を引き受けてく？なんと、ありがとう。いらっしゃい。どの噂を聞き、いらっしゃい。よく、どの、いらっしゃい。それでは、ごめん、お待たせ。もう遅いわよ。あら、こんにちは。あら、プラフター、こんにちは。その体にはもう慣れた？おかげさまで。その節はどうもありがとうございました。そんな気にしなくていいのよ。そうだぞ、オイラたちの仲じゃないか。ありがとうございます。お礼をしてばっかりじゃないか。今日はどうしたんだ？ソフィーの見送りかい？ いえ、プラフタも一緒に行くんです。え？プラフタって戦えるの？はい、それなりにお役に立てるかと。どんな武器を使うんだい？これです。うわぁ、なんだこれ、すげぇ。これは一体どういう仕組みなんだ？錬金術製の駆動騎兵です。私の意思に応じて動くようになっています。そんなことが可能なのか。やはり錬金術は奥が深いな。とにかくこれなら大丈夫そうね。はい、任せてください。頼りにしてるよ、プラフタ。それじゃあ採取に行こう。次はどこに向かうつもりなの？たくさん取っちゃうよ。いいものあるかな。なんだろう、不思議。どんな武器を作りたいんだ？どの材料を使うのか教えてくれ。
つけたい特性を選んでくれ。これでよし完成だ。我ながらいい出来だな。プラフタの武器ですね。作った俺が言うのも変だが、これはなんだ。え、腕輪ですけど。いやそれは分かってるんだが、使い方が分からないんだ。腕輪をどう武器として機能させるのか。ちょっとプラフタ呼んできますね。これはヘクセアウリスを操るのに必要な道具なのです。ヘクセアウリス？これです。これは？この腕を操るのにこの腕輪が必要なのです。それはすごい道具だな。どういう仕組みになっているんだ。錬金術の力としか。ですがロジーにこの腕輪を作れるとは驚きました。この腕輪を作るには錬金術の力が必要不可欠だったので、ソフィーに頼んだつもりだったのですが。え、そうだったの。ソフィー、ごめんなさい。ですが腕輪は正常に動作しています。どうやらロジーには錬金術の素養があるようですね。俺に？どうです、もしロジーが興味があるのならソフィーと一緒に錬金術をやってみては。誘いは嬉しいけどやめておくよ。俺は今の仕事が気に入ってるんだ。そうですか。もし興味が湧いたらソフィーのアトリエに来てください。いつでも歓迎しますよ。うん、私も大歓迎です。ありがとう。よう。あつ。あら。あれ、エリーゼお姉ちゃん？おや。ソフィー、おかえりなさい。ソフィー、プラフタが人間になったって本当なの？ううん、人間じゃなくて体が人形になったんだよ。みんなのおかげで新たな器を手に入れることができました。そういうことね。それにしても信じられないわ、本が人形に変わるなんて。驚いた？当たり前じゃない。事実は小説よりも奇なりとはよく言ったものね。他に感想が出てこないわ。錬金術って本当にすごいのね。恐縮です。ねえプラフタ、ぶしつけの質問になるかもしれないけど聞いてもいいかしら。構いませんよ。あなたは本の姿が嫌だったの？そういうわけではありません。ですが人の姿になることでできることが格段に増えました。私も本を読んでみたかったのです。本のままでは読めませんから。それは違いないわね。今度お店に寄らせてもらってもよろしいでしょうか？ええ、もちろん。本好きのお客様はいつでも大歓迎よ。よかったねプラフタ。ええ、これで楽しみがまた一つ増えました。あの仕立て屋さん知ってる？ああ、あそこの店だろ。店主が超凄腕って話だよな。そうそう、私もあそこのお洋服欲しいな。レオンさんのお店評判になってる。やっぱりレオンさんはすごいな。なあ
あの仕立て屋アメリアじゃないか。アメリア・レオンマイヤー。アメリア、アダレットの服飾品評会で優勝したっていう。そうそう、確かコンクールで優勝した後フラッとどっかに消えちまったって話だったが。いやいや、いくらなんでもこんな田舎町にそんな人がいるわけないだろ。言えてら、そりゃそうだな、俺の勘違いか。アメリア・レオン・マイヤー？レオンさんってひょっとして。あ、ソフィー、ちょうどいいところに。え、どうしたの？次に街の外に出るとき、ちょっと行きたい場所があるんだ。連れて行ってくれよ。いいけど、急にどうしたの？エリーゼのところで見つけた本に珍しい植物の群生地の情報が載っててさ、実物を見たことがないものもいくつかあったから、オイラもぜひこの目で確認したいんだ。へえ、それなら錬金術の素材にいいかも。なあ、いいだろう。群生地は3箇所ぐらい書かれてたんだけどさ。うん、わかった。じゃあ今度行ってみよう。そう来なくっちゃ。いやー、楽しみだな。何のんきなこと言ってるんだい。遠出するならその前に仕事を片付けてからにしな。こんにちは。おはよう。どの防具を作るのかしら。新しい。またあの、テスさん、これ何ですか？お、それに目をつけるとは、さすがソフィーだね。はあ、で、これって何なんですか？あまたの男たちが喉から手が出るほど欲しい、思い焦がれてむせび泣く伝説の一品。その名もズバリデート券。デート券？うん、ぶっちゃけて言うと、それがあると私とデートができるんだ。ものすごくざっくりした説明ですね。どうしてこんなものが？ほら、私ってモテるじゃない。テスさん、ありがとうございました。私帰りますね。それでは。ああ、嘘嘘、ごめん、待って。いや、半分嘘じゃないんだけども。どういうことなんですか？ソフィーの目が冷たいよ。あのね、最近私目当てでお店に来るお客が多くてね、そういう輩はお茶一杯で長く居座るんだ。お店としてはたまったもんじゃないんだよ。お店の回転率も下がっちゃうし、だからデート券っていう餌を作って、せめて依頼でもこなしてもらおうって思ったわけ。へえ、なるほど。テスさんでも何も考えてないわけじゃなかったんですね。ソフィーさん、なんか今日言葉にトゲがない。でもそんなのに釣られる人なんて本当に。おいお前、今引き換え券何枚だ？敵に手の内を明かすバカがいるか。そうだな、俺とお前は敵同士だが、勝つのは俺だ。いるんだな。魔性のテッサを舐めちゃいけないよ。ま、デート券があれば誰とでもデートしてあげるんだ。もちろんソフィーともね。え、私とも？うん、もちろん、そういうルールだからね。別にいいかな。はっきり言うね。ちょっと待ってよ、もしかしたらすっごい楽しいかもしれないよ。まあ、ちょっと考えてみますね。うんうん、テスさんはいつでも大歓迎だよ。依頼、どの依頼？
ありがとう。どこへ行くの？この石って人が作ったものなのかな。昔ここに住んでいた民族によって作られたと伝承が残されているわ。きっと昔はこの辺りにも人が住んでいたのね。へえ、そうだったんだ。ここはもともと教会だったんじゃないかとも言われているね。え、教会ですか？ああ、形は違うけどいくつか石碑があるし、お墓が数多く見受けられるしね。だからここには昔の人が育てていた珍しい種類の植物がまだ生き残っているのさ。あ、オスカ、あなたどこ行ってたのよ。だからここには採取しに来たんだろ。植物を探しているオイラの行動の方が正しいんだからな。あははごめんごめん。ところで探してた植物は見つかったの？もちろん。ほら。へえ、確かに見たことがないかも。もともとは薬の材料にするために育てていたんだ。きっと錬金術の役に立つよ。そっか、ありがとうオスカ。ここにはどのようなものがあるのでしょう。採取採取、少し楽しみですね。どうしたの？何か考え事？はい、どうすればより強くなれるのかと。わ、戦士みたいなこと言ってる。プラフタって今でも十分強いと思うけどな。いえ、そんなことはありません。せめて迫り来る竜の群れを一撃のもとに葬り去る程度の力がなければ。それは随分と高い理想だね。でも強くなりたいって気持ちは私もわかるかな。ソフィーもですか？うん、大きい魔物とかをこう、いやーって倒せたら気持ちよさそうだもん。気持ちいい、そういうわけではないのですが、まあいいでしょう。とにかく私は今よりも力が欲しいのです。力か、私もプラフタのためにちょっと考えてみるかな。